今回紹介するのは、ヒマラヤ聖者の太陽になる言葉、という本です。あちこちの書店の、精神世界スピリチュアルコーナーに、相川慶子という棚があるのは知っていた。でも、精神世界にも、スピリチュアルにも懐疑的な私は、なんとなくその存在が気になりつつも、ちょっと手に取りにくくて、今まで読んだことがなかった。しかし今回、 この本のたたずまいを見て今までの本とは何かが違うと感じて購入を決めた結果この本を読んで本当に良かったというあまりにも素直な感動の中に今入る長い間心の中に使えていたさまざまなものがスーッと取れて心が自由になれたそして明日からの自分の生き方が間違いなく変わることをた。 確信できた以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします